森谷ドラムスクールの森谷です。今日はゲストが来てくれてんですね。ちょっと待って、今日はゲストが来てくれてます。はい、はい、どうも、パンのドラムの達也です。よろしくお願いします。3月の6日にパンの達也君とドラムセミナーを一緒にさせていただくんですが、まあ、それに先立って達也君にドラムのレクチャーをしていただこうかなと思っているわけなんですね。恐れ多いですけど、はい、今日は何を教えていただけるんですか。今日は私の得意としております、ツービートを手軽に疾走感ある感じで、おお、なるほどね、できる方法をプチレッスンしようと思って。なるほどね。まあ、レッスンでも2ビートやりたいですっていう方っていうのはやっぱ多いし、うん、まあ、2ビートが苦手な人っていうのはめっちゃ多いんで、そうですね、ちょっとハードル高いです。はい、簡単に、しかもよく聞く、美味しいように思いますよ。なるほどなるほど、はい、それでは行ってみよう。はい、というわけで、あ、急に急に始まった。はい、お手軽で、お手軽で聞こえのいい、聞こえのいい、疾走感がある、疾走感がある2ビート、おお、3拍子揃ってますね。はい、はのコツみたいなを、はい、教えていけたらなと思います。なるほどですね。はい、2ビートは、はい、達也くんは、はい、よくやるんですか。やっぱりそのバンドとかでもよくやりますね。メロコアとかそういうバンドが好きでドラム始めたみたいなのもあるんで、まあ一番得意としてる、はいはいはい、ビートですね。なるほどね。はい、じゃあ一回達也くんの、はい、いつもやってる2ビートをまずちょっと何個か種類あるんですけど、まあ、一番モリモリというかマシマシというか、はいはいはい、普通の2ビートは1、2、3、4で、うんうん、その1、2、3、4と表にバスが入る、うん、はい、でシングルダブル、シングルダブル、1等2等3等4等1等みたいな、はい、まあ、でも、うん、現実なんか大変な部分が、手早くしていくと手めっちゃきつい、たまらなくなりますね、この右手がめっちゃきついし、はい、足もこう、うん、みたいなきつい、はい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 、でも、うん、ちょっとやったダブル踏めますとか、うん、手もこれせんでいいやつで、うんうんうん、なおかつメロコアっぽく、おお、なるほど、疾走感の出る、はい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 、ツービートが何かっていうと、はい、バス、まずバスが1、2、3、4の1、2のズズ抜きます。おお、なるほど、ドンドンドドドンドンドド、おお、なるほどね、抜くと、はい、意外と抜いてんのに気持ちいいみたいな、間が気持ちいい、音数減らすと逆にいい場合があったり、はい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 、やってみますね。はい、なればなるほど、はい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 、気持ちいい、うん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 、ダブルがきつかったら全然1、2、3、4、1、2、3、4と全然、これが逆にシングルだけで1、2、3、4詰めてまうと、はい、なんか逆にどんくさいみたいな、はいはいはい、そうですね、2を抜くことで逆に気持ちいいみたいな、うん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 、だからこれおすすめです。まず2ビートなかなかズタンドルタンズタンドルタンできませんっていう人は、うん、抜いてで頑張れるんやったら4だけズズって踏むみたいな、はい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 、がおすすめです。なるほどですね。がバス、はい、スネアはまあ、うん、1と2と3と、うん、とうんたったこれは全然マストで、うん、はいはい、入れます。もうこれもうこのスネアが、まあ、肝となりますもんね。そうです、2ビートはね。だからスネアがしっかり音量欲しいです。こうこっちグーってやってて、はいはいはい、スネアちっちゃいみたいな2ビートはよく見るんですが、ズッタンドロタンっていうのはやっぱ出る、スネアが出る2ビート叩く人はやっぱり素敵ですね。ああ、なるほど、ね、テンション上がります。はいはいはい、こう右手がやっぱ速くなるんで、うん、こう右手頑張らなってみんな思っちゃうんですけど、どっちかというとこう左手の方が大事だったりしますね。そうです、そうです。ここでしっかりビートを感じさせると、例えばバンドのギターとかベースとかも、うん、合わせやすいみたいな。なるほどなるほど、大事です。はいはいはい、バス、スネア、うん、でハイハット、はい、ハイハットは、うん、やったらしんどいから、はいはいはい、抜きます。もう半分でいいです。半分やけど、うん、1、2、3、4のとこ入れちゃうとツタ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 ってなってちょっとドン臭い、なんか表を感じちゃうと、そうですね、ちょっと疾走感とはちょっと逆になっちゃう。はい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 、裏のスネアと同じとこでやります、うんうん、
でだいぶ変わりますね。ね、ノリ的に疾走感つながる。こっちも半分にしてます。はいはい、バスも減らしてます。うん、なのになんかどんくさくあんま聞こえない。はいはいはい。なるほど。これをまず最初に目指してほしい。はいはいはい。ビート。なるほどですね。疾走感出る。はいはい、はい。それでまあオープンすれば。うん。全然いい感じに聞こえると思います。なるほど。オープンしてたらあんまつぶってわからんじゃないですか。そうですね。こう右手が多少抜いても、うん、そんなに気にならなくなりますからね、うんうん、オープンしてたら。やし、むしろ入れるとどん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 うるさくなるから、はい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 、音量を抑えたい、で、うん、スネアをバシッと出したい、はいはいはい、っていう意味でも抜いた方がいいぐらいに思ってるんです。なるほどなるほど。ツービートに対しては、うーん、入れるにしても1と2とで1のとこめっちゃ小さくするみたいな、はいはいはい、ぐらいにせんとシャ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 って聞こえてちょっと、うんうん、疾走感よりどっしりどんどん臭くなっちゃうんで、なるほど、ね、もうそれだったら抜いた方が楽やし早いし、うんうん、テンポ上げれるし、うん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 、やっぱ2ビートテンポ上げてなんぼじゃないですか。はいはいはい、そうですね。でいけるかなと。なるほど、はい。そのバスドラムは、うん、あの苦手な人多いと思うんですよ、うん、ドンタントロタントンタントロタン、うん、ドロン、これどうやって踏んでるんですか。ドロ、そう、このドロをねドロの踏み方、これはあの、はい、ちなみにどういう踏み方で踏んでるんですか。はい、僕はあまりスタンダードじゃないんですが、はい、でも噂に聞くと森谷さんと一緒の踏み方というヒールトゥーで踏んでます。そうですね。かかと一発当てて、で、はいはい、つま先にブンブンで2発入れてる、はいはい、足めちゃちっちゃいですよ、はい、このかかと踏めるところに入れれるから、はい、なるほどなるほど、踏みやすいのはあるんですけど、はいはいはい、うん、それもあって足小さい人は、まあ、26ぐらいまでは多分、うんうん、ヒールといけるんじゃないかな。かかと入れてつま先、まあでも、はい、ロングタイプのペダル、ね、そうですね、なんかボードがちょっと長いペダルも売ってますもんね、うんうんうん、で大きい靴の人でもかかとから入れれるかなっていう、うんうんうん、でこの切り替わりを利用してポンポンってこう、はいはい、バネを掴む。2発目は母子球っていうんですかね。はいはいはい、あのなんかナルトの部分ブルブルブルなってるところの親指の下のナルトの部分ブイーンって入れる感じ。上から見て分かるかな。ナルトの部分がこのペダルの中心になるように、はい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 、普通に足踏んでたらちょっと端っこの方になっちゃうんですけど。あ、なるほど、ちょっと横に置いてるんですね。ぐらいで入れると2発目のドンが、はいはい、あのドッていきやすい。はいはいはい、うん、これでやるとめっちゃ楽です。スライドやとなんか膝がうんうんってなるんですけど、はいはいはい、ヒールとやったらなんかこう同じ動作でいきやすいですもんね、うんうんうん、タイミングめっちゃ取りやすい。なるほどなるほど、変わってるんですけど、うんうん、でもこう2人中2人ヒール2っていうことはもうそんなに変わってないかもしれないですねここではもうヒール2、そうですね、ヒール2がもうだいぶ票をね、はい、取ってますよいやもうおすすめでございますので、おすすめですね。できそうやったらやってみてください。はい、はい、じゃあここまで来たんで、うん、バス1 3 4 1 3 4、うん、でスネアを裏でダンタンしっかり出す、はいはいはい、ハイハット同じところで数を抜いて、うん、同じところでオープン、はい、でここまでいったら次はクラッシュ入れるタイミングに気をつけるべき点。なんかレッスンしてると、うん、クラッシュに手が出ない人っていうのはやっぱ多いような気がするんですよ。まあ、8ビートのリズムとかでもそうなんですけど、うんうん、クラッシュこうなかなか手出にくいみたいな、うんうん、ここはしっかりとねこう練習しておいた方がいいですね。そうですね、結構意外意識しっかりした方がいい、うんうんうん、それがちょっと今便宜上閉じますけども、はい、1、2、3と4じゃんって、はいはいはい、次の頭でクラッシュ行くんですが、はいはいはい、4、トーまで右手行っちゃうと、うん、1と2と3と4とフンってなるんで、あー、なるほどね、しっかり振りかぶりたいから、うんうん、4、トーの時はスネアだけにしとくと、と1と2と3と4とはいはい、手を抜いちゃうわけですね。そうです、これも抜くことでむしろ疾走感っていう俺の黄金法則で言うと、ここは抜いても全然気にならない。でもこっからはちょっとこだわりで、はい、クラッシュ入れた直後のハイハットは入れた方がいい、はいはいはい、なるほどなるほど、イット、はいはいはい、イット、これは抜くとイットってめっちゃ目立つんですよ、はい、直前は抜いて振りかぶる、でも叩いた後はこの切るように叩く動きを利用して、うん、ハンハンって、はいはいはい、ハンハンって
綺麗に入れると、うん、音がこう途切れてんなって感じがないんで。なるほどね。まあ言ったらその最後と頭を抜いちゃうと連続で2発音を抜くことになっちゃいますもんね、うん、そうそうそう、そうだいぶ寂しくなるんですね。スカスカ感がやっぱ早い中でも出ちゃいますね。そうですそうです。なるほど。かといって全部入れるのめっちゃ大変なんで、はいはいはい、あーなんて、うんうんうん、どっち抜くかっつったらその入れる前しっかり振りかぶるときに抜く、はいはいはい、じゃあ鳴らしたらつなぐっていう感じで一回やってみますか、うん、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。あんまりなんかこう途切れてる感じが聞こえず楽。うんうん、なるほど。これがなんか一番楽で疾走感もあってぽくなる。まあそのバス抜いてる感じが曲の感じによって合う合わへんはあるんですけど、はい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 、でも早い曲やったら大体これでいけます、うんうん、なるほどなるほど、うん、だから早い曲好きで手っ取り早くやりたいって場合は試してみてください、うん、なるほどですね。こんな感じです、ね、はい。一個ちょっと僕質問していいですか。怖っ怖っ。いいですよ、はい、いいですよ。一個質問させてもらうとまあ、例えばいろんなところでやられてるじゃないですか、はい、いろんな現場で例えばフェスに出て、うん、まあ、野外出たりとかもしてるし、はい、なんかワールド記念ホールめっちゃでっかいところでやったりとかもされてるし、はい、まあ、ライブハウスでやったりとかもするし、はい、その中でなんかその音がね、うん、やっぱちゃんと出すっていうことって結構大事やと思うんですけど、うん、こういうスタジオで練習してる時って、うん、まあ、ドラムだけで特に練習してる時は、うん、ちょっとやっぱこう出したら音が出てるような気がするみたいな、うん、でもバンドでやったら全然埋もれてスネアの音聞こえへんとか、うん、バスドラの音聞こえないっていうのはなんかやっぱ結構いろんな現場であると思うんですけど、うん、埋もれないようにこう2ビートが埋もれないように、うんうん、その、まあ、ライブハウスとか、うん、まあ、野外とかでもそうなんですけど、うん、ちゃんとこう音を出す秘訣みたいなのはあるんですか。あ、うんうん、あのスタジオではよく聞こえるけどってことですよ ね、 そうですね。ライブになったら聞こえなくなっちゃって、まあ、そう、まあ、スタジオの時というか何て言うんでしょう、 こうドラム単体でやってる時に2ビートツッタンツッタンやっても、うんうん、まあ、いざみんなで合わせようかってなった時に、うんうん、全然なってないやみたいな、うんうんうん、全然聞こえへんみたいなことが、うんうん、まあ、なんか僕も経験あるし、うん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 、なんかそれをどういう風にこう音を出していったらいいのかな、バンドマンとしてのこの、そうですね、はい、合わせるときにドラムの音が小さいとか出ない、うん、ドラムの何がええんやろ悪いやろに陥りがちなんですけど、案外と直すべきところって、うん、あのギターとかベースがでかかったりして、うん、はい、どんだけ頑張っても、うん、音が届いその聞こえてこないパターンが結構多いんで、はい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 、まずはそこもちょっと広く疑ってみるみたいな。あ、なるほど。もう自分だけの問題じゃなくて、うんうん、ギターが大きいんじゃないかしら、こうベースが大きいんじゃないかしらっていうのを、まあ、疑ってみると。普段のスタジオ、うん、例えばスタジオやったら、うん、そのメンバーでやってもやりやすいけど、うんうん、ライブでしにくいなんやったら、うん、もしかしたらスタジオよりでかくなってるかもしれへんし、はいはい、つまみが一緒でもやっぱり会場でそうですね、あるから、うん、そこを疑うとか、うん、だ普段のスタジオからどれぐらいギターベースが聞こえてるか声が聞こえてるかに注意しながら覚えとくと、うん、本番で今日の会場はどうやな、ギターめっちゃ聞こえんなとかまで意識できるから、うんうんうん、ドラムがなんとなくだけやとやっぱり、うんうんうん、なかなか会場ごとでブレちゃうんで、うんうん、だから他の楽器の聞こえ具合を、うん、スタジオから意識しとく。なるほどなるほど。ドラムが自分でスタジオでどれぐらい聞こえてる、ライブの時はどれぐらい聞こえてない、うんうんうん、っていうのを意識して何本かライブするとかなり良くなってくると思います。だからその聞こえにくいからって力んだところで何もいいことないんで。確かにそうですね。疲れますで音も悪いなるし、でも案外とみんなやっちゃうんです、はいはいはい、スネアちっちゃいってなるとスネア頑張って出さなってなるんですけど、それやったらね、スネアだけでっかいドラムの音になっちゃったりする可能性があるんで、うん、そうですね。音、うん、音色自体もやっぱり嫌な音出るじゃないですか。そうですね。ガンっていう音、スターンって音出したいのに、うんうんうん、ガンそれがでかくてもしゃあないんで、うん、なるほど。周りとアンサンブルコミュニケーションですかね。なるほどね。こう普段からこうバンドで練習をするときとかに、うん、まあ、自分がどういう風にこう周りの音を聞くのかをまあ意識してやっていくべきということですね、うんうん、そうです。はい、なるほど。いいでしょうか。わかりました。怖っ。いいです。ということで、3月の6日にですね、達也のゲストで、
セミナーをさせていただくので、まあ、対面プラスこのオンラインで、YouTube 生配信という形でやらせていただくので、興味ある方は公式 LINE もしくはダイレクトメールから、ご応募いただけましたら、まあ、このね、たくさんのこのファンで、活躍してる、まあ、生の奏法というか演奏法を持って、まあ、演奏が聞けると思うので、ぜひ皆さんどしどしお早めに笑って、ふるって、ふるってふるってゴーも振り払わないですね、振り払わないふるってふるってゴーもください。ファンの和也くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。